じゃあ始めたいと思います。で今回は、名前をタイマーでいきたいと思います。はいよし。さあ、始まったのかな？ああ、始まってる。まあ、1回くらいしちゃったからもうね、楽々ですね。お皿をゲットします。いません。あらあら。チラッと見まして、戻るわけですね。図書館の鍵を手に入れた。行きますか、図書館。あー、出た。出ました。この音楽嫌いなんじゃない。来たですよね。鍵がかかっている。レッツ寝室で、ガラガラドン、血がついている。どうだったかな。まだまだ開いちゃってるっていうね。なんだこれ、水があれば黒なんですかね。ですよね。水を飲むことがあれば上がる。そうですよね。よく流れませんよね。よし、どんどん行きますか。どん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 行きやすい。よっ、ノーセーブ行くか。いや、ちょっとやっとか。ノーセーブしてからでしょ。あ、これでいいか。アイテムのハンカチ浮いた。941両方カニが立ってるじゃないか。すごいですよね。よし、来た。よーし、開いた開いた。ガラガラガラ。この金の位置ですけど、これ鍵盤の形と、この金庫のやつが、形が似てるんですよね。これを利用しちゃうんですけど、941。これが別にいいんですよね。で、これは1と。んで、問題は、こっからなんですが、よく言うとこれ反対なんですね。1の反対が1なんで1ですね。で、9の反対。9の反対ですね。なんで、これ6ですね。開いちゃうんですね。
供部屋、子供部屋ここか。毎日よ。長い。こっちは正解ですかね、どちらかというと。セリフとしては。あー、まあ、どっちに関係ないですけど。よし、あー、こちこち、違和感が若干になっちゃいますね、これ若干見にくいですけどね。あー、そうだった。でここで、あ、いいんですよね、これね。負けるかな。顔が若干傾いてるような気になりますよね。で、一番上の階にあったっけ。なんで知ってんだよ。ドライバー取れちゃうんですね。ちなみにこれつけたままでもいいんですけど、これあのドアとして使えますよね。ここだ。でここに実はガラッと開けるとあれですね、ライター。よし、なんか楽しんでおきますか。ここでアイテム、ほら、あれどんどんどんで、ライターオイルを入れますね、ライターに。で、ここでこうっすね。ちなみに名前の変換についてるんですが、名前の変換はあのエスケープキーで消せますね。でこれを取ると、この体のサイズっていうのは合わないですよね。置いていた。キャオ。何？ニコのブーだ。で、ここに。いるんですよね。おう、遅かった。あー、もう最悪。コンティニュー。なんでだ、これ1個前のこれですね。あー、時間の無駄だ。そろそろ10分ですね。じゃあここから先はパート2という